そこの、えー、先ほど、元広克行総監督、あの、踊る大捜査隊を作った元広監督に今生でお話をお伺いして、そしてこの作品は監督もいらっしゃいます。えー、監督の塩、えー、谷直義さんです。監督の塩谷です。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、いや、あの、塩谷さんは、はい、はあのー、まあ、先ほど、あの、元広さんもおっしゃってましたけど、はい、アニメーションの方を、 どーんと高校担当に。そうですね。ね。なってらっしゃる感じですけど。現場担当という。現場担当。はい。で、今、あの、こう、なんとなくちょい慣れ慣れしい感じで喋ってるのは、一緒に中国行ったことあったりとかそうなんですよね。不思議なこと。はい。アニメ文化外交とか。そうですね。交流のやつで。に、何年前でしたっけ二年 ?2 年か3年前。3年前ですよね。はい。 その時に中国の、ま、重慶とか、そうです、そうです。広州とかに行って、向こうの向こうの向こうのアニメファンの人たちと話を聞くと。は熱かったですね。向こうのアニメのファンの方々もまた。で、あの時に塩谷さんが、バスの中で、僕は写真ばっか撮ってたんですけど、すごいイラスト描いてませんでした写真も撮ってましたけど。仕事してましたね。え仕事だったんですか仕事してたと思いますよ。そうなんですか仕事持ってかないと、回らないから。回らないから。 それこそ、ね、<laughs> はい、ブラッドシーとかも監督されてるっていう話を先ほどもうしましたけど、はいはいはい、え、じゃあ、今の2年か3年前という話と、うん、あと、元宏監督に、先ほど聞いたら3年ぐらい前からサイコパスの企画はもうあったっていう話されてましたよね。はい、ありましたね。じゃあもうあの頃とかって、もう動いてたんですか話、話、うんはい。あの、ちょうど元宏さんともしかしてお会いして始めた企画が始まったぐらいかなー、 とは思いますそうだったや一番初め元廣さんとどんな話するところからこれ企画始まってるんですかいやいい面白いアニメ作りましょうとて本さんから言われたのでやりましょうって僕が答えたぐらいですけどでも何だろう本当にまだこういう今回サイコパスっていうのがもうすぐ放送されますけどそういう形になる前のものでどういう僕らがやるんだったら IG と元廣さんとを含めて作るんだったらどういうアニメが面白いかな 作るべきかなっていう話を結構長々とずっとやってって、ちょっとちょっとこうキーワードを話しながら出てくる、やっぱ警察ものだったりするかなとかっていう話だったりとかしていきながらの 二三年が過ぎっていう形ですかね。だか毎日毎日ちょっとずつちょっとずつアイディアがこう煮詰まっていくわけですよね。はい、うそうですね。結晶にどんどんなるぐらいの濃さまで。はいはい。バーッと広がってた間が一つの形になっていく。どん,どんどんどん広げてきましたね。キーワードをなんかいろいろ置いていって、ロボット出そうとか、まあ、パトレーバーのちょっとやっぱり面白いよねっていう話が元寄りさんから出たりするので、だったらこういうのアイディアどうですかとかっていろいろやりながら、なんか面白いキーワードを広げていって、だん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 それがすごい広がっていったんで、 どうやって収集で一個にまとめましょうかって話になった時にこのまとまるタイミングとうろぶしさんに入って頂い,いてちょっともっとブラッシュアップしていきましょうっていうのがプロデューサーの方から意見が出て今の形になっていったっていうのが、うんうん、ざっくりですけど。ここであのすごく重要なのは、はい